ジン4銀河少年伝説突入編伝説へのプレリュード皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシローカンナでございます。それでは本日よりやっていきますゲームはこちら、コズミックファンタジー。おう。ついに来てしまいました、コズミックファンタジーシリーズ最終編の、突入編です。それではやっていきましょう。あ、そうだった。登録からですね。はい。ああ、名前決めれるんですね。決めれよったね。ファイル名ですね。じゃあ、いつも通りカンナで行きましょう。楽しみ。なんやかんや全部のコズミックシリーズやってきてますんでね。楽しみですね。ムービーかな？サンキューさよ。また今日もパーフェクトを取られちまったか。ランド、あと1回パーフェクトを取ったらギャラクシーパークのペアチケット約束だよ。ユウ、次は絶対に俺様がいただくからな。あ、こら逃げるかユウ、もう一番勝負していけよ。え？ちょっと待って。始まったのはいいやけどさ、え、待ってよ、何急にギャルゲーみたいな感じになってる。ギャルゲーじゃねえか急に。あ、そっか、さよ。ランドったらムキになっていたわね。でもランドには悪いけど、ギャラクシーパークのペアチケットもうもらったのも当然よね。サヤちゃんと、さっきのユウくんがですね、コズミックファンタジーシリーズ1からのですね、主人公となっておりますが、二人付き合っておりますがね、どうなんでしょうね。見るやって、サヤ見れるよ。僕のパートナーサヤだ。兄貴アルジャーノンではナビゲーターを務めている。一応戦える人なんやけどね、サヤちゃんは。惑星の王の伝説の勇者、チタネスの末裔で、銀河魔法を使うことができるんだ。すごい、この一文、すごい情報量だ。トレーニングマシン見れるよ。あ、すごい。めっちゃギャルゲーやん。最近のハイテク技術を投入して開発されたトレーニングマシンの数々だ。急
今日も多くの仲間たちが厳しいトレーニングに汗を流している。普通になんかチョコザップにありそうな機械やけどね僕だけちコズミックハンターは常に危険と隣り合わせで活動している。いざという時に自分を守れるのは鍛え抜いた自分自身でしかないことをみんな身をもって知ってるからだ超ギャルゲーじゃん。トレーニングマシン調べれるんだね。おお、開発部が最近のテクノロジーを突っ込んで設計したものだけあって、その効果は抜群だ。ここで計測されたデータは各個人の端末、リストレーナーによって、医療部のコンピューターに集計される。こうしてメンバー全員の万全の健康管理体制が敷かれているんだ。すごいね。すごい。じゃあ、あと移動か。シミュレーションルームに移動しようか。ラウンドのやつ、かなり熱くなっていたからな。今日のところはもう近づかない方がいいだろう。絡まれるね、絶対。え？じゃあどうすんの？うちこっからどうすればいい？さやちゃん。積んだ？積んだ？積んだかな？今日もは選択できない。え？え、でもシミュレーションルーム以外ないけど。積んだ？さやちゃん。ギャラクシーパークのチケットってプラチナペーパーになっているんでしょ？ランドったら彼女のために徹夜で並んでやっと手に入れたらしいのに、かわいそうかしら。さやちゃんめっちゃなんか喋るよ。でもランドの方から言い出したことなんですもの。仕方がないわよね今度のお休みが楽しみだわ。あれだよな、ランドっていう人とユウくんで賭け勝負で多分スコアを競いよったんだよね。でそれがなんかギャラクシーパークのペアチケットなんだろうね。お前あいつもあいつランドくんも彼女おんのになんておろかな。あ、セリフが出た読まないときはそうなんだねボイスがないときはこうやってセリフが出るんだ。ギャルゲーじゃねえか普通に。大ちゃん優しくて控えめで気が引いて、それでいて芯はしっかりして頼りになる。そうだね。ちょっぴり嫉妬深かったりするけど、サヤは僕にとってはなくてはならない最高のパートナーと嫉妬深かったりするんや。その一面は知らんな。でも怒ると見境なく爆裂魔法や電撃魔法を暴発させちゃうところがたまに傷なんだよな。いやまあね、出会ってすぐね爆裂魔法食らった人ですからね僕たちは今日はトレーニング用のレオタードを着ている。さやってば何を着ていてもやっぱり可愛いよな。ギャルゲーじゃねえか。もう、言ったらそんなに見つめないで。恥ずかしいわ。ギャルゲーじゃねえか。ギャルゲーだよ、普通に。トレーニングメニューは個人の能力が商品の体調に合わせてコンピューターにより指示される。いつやいつの無理なトレーニングは逆に体を痛めてしまうからだ。俺はどうすればいいんだい。僕はこれからどうすればいいんだい。なあ、さやちゃんどうすればいいと思う。調べ尽くさなきゃダメなのかな。あ、でも一緒やな、これ。穴が開くほどさやちゃん見つめたんやけどな。ダメなのかな。じゃあ調べてみる。もう一回調べたら。おうおう。特に変わったところはないみたいだけど。言ったらトレーニングマシンを投げ回しとったりして。もしかしてそういう趣味があったわけ？ない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 、変な趣味なんでねえよ。めっちゃ喋るやん、急。さやが変な目で見てる。何か誤解されてしまったようだ。いや、トレーニングマシンに嫉妬するような子じゃないでしょ、あなた。だって移動できないんだって。いや、あと何？もう一回さやちゃん？ちゃうね。どうしたらいい？こういう時はね。セーブだね。ちょっとマニュアル見てもいいかい？わー、すごいキャラデザとか、大人になってんね、みんな。違うんだよ。ロールプレイングゲームのはずでさ、アドベンチャーパートが終わんね。これどうやって終わるんやろ。もう一回調べる？まだダメか。もう一回サヤに話しかけてもしゃあないし。
ストレージ組に消化したんでしょ。サヤと一緒にプールにいて人泳ぎする約束だ。プール早く着替えてプールに行きましょうよ。プール行こうぜ。よかった、進んだ。よかったよかった。違うんかな、移動でプールが出るんかな。プール出てる。よし、サヤプールに行って思いっきり泳ごうか。ええー、ユウ、今日は約束通りジェットサーフィン教えてね。ジェットサーフィンやってすっげえ。何、初回からお色気シーン満々ですか。お色気シーン満々だ。コズミックファンタジーはお色気シーンがあるんやけど、最初の方から出るのは珍しいな。わ、お色気シーンだ、すっげえ。ブーメランだ。すげえブーメランだった。ユウくんすっげえブーメランじゃん。話せない。ぼっちなんだね。あたりを見るんやね。カラフルなパラソルで彩られる人工太陽の人たちがじりじりと照りつけている。焼き放題じゃん。よかったね。来たか？さやちゃん。来たね。すごい大色気シーンやったな。ゆうくんがあんなブーメランパンツな。なんやねん。なんやねん、お前。待ってんねんと。女の子が着替えとショッピングに時間かかるのは仕方ないよね。視聴者のみんなを待ってんねんぞ。調べよっか、変わったところはないって。じゃあもう見るしかないんだね。トレーニング用の競泳プールの他に遊ぶとこもあるんだね。サーフィンプール。ハイカラやね。みんなブーメランパンツじゃないか。飛び込みプール、ブーメランパンツしかいねえ。ダイビングプール等など、ダイビングプールってすごいね。ここには様々なプール施設があり、トレーニングからレクリエーションまで用途に合わせた利用可能だ。すごい。プールでは非番のメンバーたちが楽しそうに泳いでいる。他の娯楽はないんですか？なんで男はみんなブーメランパンツなんですかね。来たかな？さやちゃん？まだ？あら、ゆうくんじゃない。ライアさん、お久しぶりですね。おお、超ハードスケジュールの君がこんなところへ来てるなんて珍しいわね。アウトアウトだねアウトだね。私の編集が大変だね。面倒だね。なんてこっただ。ライヤさん、富田長官の第一秘書のライヤロードレス、27歳。アウトだよ。ポッチがあったよ、ポッチが。ダメだよ。僕のコズミックハンター養成所時代の教官の一人でもある。スポーツ、語学ともに万能のまさしくスーパーレディ、エリート中のエリートだ。おまけに見ての通りの容姿に超美人と来ている。ねえ、アウトだよ。YouTube 的にはアウトだよ。何？お、これ、お、お前の夢か？アウトだよ。編集が大変なんだって。編集が大変なんだってよ。この目のキャリバーにも困ってしまう水着姿は、なんとかしてほしいと思う。ね、畜生。ありがとう。僕にとって姉さんみたいなものだ。エッチなんだ。そうか。アルジャーノンチームはアルジャーノン号の改修メンテナンスのために本部での待機期間中だったわね。ええ、休暇とまでは行きませんが、せっかくですから羽を伸ばさせてもらってます。これオプション、オプション。キーコンフィングしかないね。オプション。BGM がでかいよね。ファイルランナーさすがにしょうがね。あら、そういえば、パートナーの魔法使いのお嬢さんだ。ええ、一緒ですよ。でもまだ着替えに時間がかかってるみたいで。時田長官に聞いたわよ。君たち、とーっても仲がいいんですって。時田長官がそんなことを？でもハイエナみたいな芸能レポーターたちには十分気をつけなきゃダメよ。僕は芸
用心なんかじゃありませんから、そんな心配はいりませんよ。分かってないな。今月だけでもテレビ出版関係の取材申し込みが56件、キャラクターグッズの版権申請が107件、歌手契約の申し込みが11社、なんとなど。なんといっても君は今や全銀河のアイドル、うちの看板スターなんですからね。そこら辺の半端なアイドルなんか裸足で逃げ出しちゃうわよ。ゆうくんすごい、テレビに歌手にもなってくれって言われてるし、グッズの半券やって、すごい羨ましいぜ。羨ましいぜ、えらい。だから何を調べると言うんだ。どうしたの、顔を赤くしちゃったりして。この水着そんなに刺激的だった？はい、 YouTube 的にもアウトかもしれませんので、おそらくうちの顔がついてると思います。編集が大変です。面倒とは思っていません。面倒です。え、この水着を調べたいの？はい。そうね、君がもう少し大人になってから。僕は大人です。強引なのね。でもあんまりしつこいと女の子には嫌われちゃう。でも行きます。しょうがね。そんなに私と話すのがいいの？とんでもないです。はい。いやというか、いやってか、YouTube 的にアウトなんですって、長官。長官。それにしても、君も随分大人っぽくなってきたわね。ゆうくん何歳今？この間までほら、子供子供してたと思っていたのに、いつの間にか随分たくましくなっちゃって。どう、今度私と大人のデートしてみない？え、そういうことはですね、時田長官と相談してから。冗談よ、このくらいで動揺してるようじゃまだまだ子供ね。ユウ、サヤ。じゃあまたね、ユウくん。あ、ちょっとそんな、ライアさん。エロゲーというかギャルゲーじゃねえか普通にな。さや、さやからライアさんのこと変に誤解してなきゃいいんだけど、出るやろ、確定してるよ。ムービー多いな。こっちはみんなに見せれるね。やめ、ゆうったらそんなにジロジロ見ないでよ。そう、胸の部分どうやってついてるんですか？どういう仕組みの水着なのそれ。ライアさんのこと気にしてないみたいだね。もう一回見ようぜ。もう見れねえのか。一回こっきりか。ちくそ、ライアさんは二巻も見せてくれたのに。ごめんね、待たせちゃって。大丈夫、僕も今来たばかりさ。嘘つけ。嘘つけ言う。ねえユウ、はい、ところで今話していた綺麗な女の人だ。ああ、時田長官の秘書のライアさん。さやの冷たい視線がつかる。こんな時は深く突っ込まれる前に話を逸らしてしまうに限る。え、そうかい。久しぶりだったし、僕にとってはお姉さんみたいな人だからね。そんなことよりさや、その水着とってもよく似合うよ。本当？この間ギャラクシーデパートに行った時買ったのよ。ちょっと大人びてるかなって心配だったけど、ユウにそう言ってもらえてよかった。さあ、せっかくプールに来たんだから一緒に泳ぎましょうよ。ユウ、早く。よし。ん？
ラスティン・ジェニファー CSC のメカニック開発部門の総責任者だ。何の用かね、何の用かね、何の用か、むしる、むしる、むしれる。それよりリストシーバーが鳴ってるわよ。むしれない。もうなんすか、ブラッツーさん、どうかしたんですか。実はアルジャーノンの回収プランについてちょいと相談したいことがあるんじゃが、すまんがわしのところまで来てはくれんか。ええ、それは構いませんが、もしかして今すぐにですか。何か都合が悪い。わしゃお主のためにいろいろと苦労しておるんじゃぞ。すぐに伺います、ベラステンさん。おお、そうか、それじゃ待っておるぞ。呼び出されちまったじゃん、ゆうくん。出なきゃよかったね。あっちゃ。ねえ、埋め合わせはどこかでしましょうよ。誰だったの、ゆう。それが、ベラステンさんが開発部まですぐに来いって。まだ全然泳いでないじゃないの。泳いでない、泳ぎたい。なあさや、エラステンの表示も大切だし。いや行こうよ、さやちゃんのところに行こうよ。飛び込めダイブだ、さやちゃんに。ごめん、エラステンさんのところには僕一人で行ってくるから、さやはここで待ってて。さやはすっかりもつくれてしまった。無理もないよな。いやー、行きたくないな。口聞いてくんなくなっちゃった、さや。何を調べると、調べるものはいっぱいあるだろ、さやちゃん。チークショー、開発部行くか。それじゃ、さや、すぐに戻ってくるからね。ごめんよ。この埋め合わせはいつかする。来たよ。ベラステン。おい、エラステンさん、掃除しなよ。一見ジャンク屋と間違われそうなこの開発部の工場。しかしここで最新鋭を誇る CSC の全てのメカが開発生産されているんだ。すごーい。え、おらんの？待て待て待て、おるやろ、絶対おる。おるよ、あいつ呼び出しといてなんだよ。プールだよ。怒らねえって。メカでも調べてみるか。なになに？遊んでいる暇はない。調べろよ。ね、サヤの電撃魔法を浴びる羽目になってしまう。そんなわけにはいかない。メラステンさん、呼び出しといて。あ、モンモ、どうしたん？僕の相棒、生体メカのモンモだ。モモンガロボットだね。モモンガ型の、形状のコアパーツにオブショイントを装着することによって様々な能力を発揮する。アルジャーノンの回収に合わせてモンモンも新しいオプションユニットを開発してもらっている。モンモ、かっこよくしてもらえよ。外装を取り外された上、体中をコードに張り巡らされて天井から吊るされている。笑っちゃい、笑っちゃかわいそうだが、まるで毛を刈られたタヌキの置物だ。タヌキって言ったら切れるよ、あいつ。もう喋らんの？モモンガっていうよりタヌキに似てるよな。そうだね。開発がそれ、開発っていうか、あなた方が言ってたダメなんだ。じゃあモンモと話せばいいのかな。なんか思ったよりアドベンチャーパートがしっかりしてる。ユウ、オイラ一人でこんなところに吊るされて、寂しいっちよ。しばらくの我慢だよ、モンモ。これというのも、ニャンがオイラのオプションパーツを勝手に使ってキルケニーを作ったせいだっち。え、キルケニーって、モンモ、キルケニーっていうなんかね、変形型のマスインがあるんやけど。詳しくはコミック版コズミックファンタジーを読んでおくれでし。コミック版があんの？なんだ今の宣伝が入ったね、すごい。コミック版もあるんよ。へえ、気になる。売ってんの？アマゾンでググったって、アマゾン調べて出るかな。え、ベラステンさんだっちか？うん。オイラ潰されていて、前しか見えないからわからないっちよ。って言われてもな、コンプ
こに話進まねえじゃん。このまま吊るされてるだけじゃ寂しいっちから、しばらくバッテリーを切っておくっち。また遊びに来ておくれっちよ。あ、怖っ。バッテリー切った時怖っ、モモ。バッテリー切ったモモめっちゃ怖いやんけ。このモモ死んでしまった。ちょ、ベラステンさん全然来ねえじゃん、あいつどこにおんねん。誰かに聞いた方が早いな。誰がモンモン知らんぞ。あいつ死んだぞ。死んじまったよ。ちょ、誰も。あ、開発部、親父さんならさっきまでそこらをうろついてたんだけどな。なんでいねえんだよ。じゃあ親父さんかい。怒鳴り声が聞こえないからここにはいないんじゃないかな。ああ、親父さんなら修理ドックに行くって言ってたぜ。修理ドックか、分かったよ、チンク。もうしゃあねえな、修理ドックってどこ。え、なんでエレベーターで降りたところにあるのね、分かった。あ、行けないんですけど。え、ね、調べないとダメなんですか。ここね、はいはいはい、これで行けるかな。いや、行ける行ける行けるちゃんとフラグ立てんといかんねえな。ベラステンさん、修理ドック開けるかで、宇宙活動の激闘に傷ついた歴戦の戦機たちが静かに翼を休めている唯一の場所だ。アルジャノン号あるね。外周メンテのため高度検定に把握している一番手前のやつだね。あれがアルジャノン号だ。まあ、アルジャノン号に行けばいいんかな。あ、そうだね、アルジャノン号以外ないっぽいね、見えるとこ。配信のために外装の大半が取り外されている。外周メンテナンスの作業も順調に進んでいるようだ。よう、ユウ、どうしたんだ、こんなところへ。このおふくろさんのことがそんなに心配かい。いや、心配っていうかね、心配っていうか、ねえ、呼び出されたんだよ。ああ、親父さんならアルジャノン号の中だ。作業用ロボットに任せとけばいいものを、あれだけは自分でやるって聞かないんだからな。おお、仕事では真面目な人なのね。しかし親父さんの人遣いの荒さには参るよ。ふふふ、愚痴ってるわ、ぼやいておるわ。ぼやきを聞いてしまった整備員たちの。じゃあ入っていったらええんかな。移動でええんかな。あ、そうだね、アルチャーの前だ。おやすさん、おやすさん、いねえじゃん。アルジャノンいや、アルジャノン号ってさ、こういう立体っていうか、あのドットでしか見んけんさ、こういうグラフィックって珍しいね。いろいろなブロックに分かれていて結構広かったりする。どこから探そうか。コックピットから行こう。あ、こういう時はね、リビングでしょ。誰もいねえわ。異常灯以外の照明は全て落としてやれ。いつもは賑やかなみんなの団らんの場所なんだけど、一層寂しく感じる。そうだね。アイテムとかないんだよ。あ、一回通路に戻るんだね。ちゃんとアドベンチャーパートだ。モンモのユニットパーツはレスキューメガを格納しておくための機体後部にある格納庫だ。床は？あ、設計、回収箇所の設計図面だ。こんな重要書類を無造作に散乱させておくなんて、ベラステンさんらしいよな。ベラステンさん！返事がない。ここじゃないみたいだ。マジかよ。もう少し綺麗にできる。文句を言わないの、ゆうくん。ゆうくん。俺は能率的な配置に置いてるらしい。まあ、あれよね。わからなくもないけど。下手に片付けたりしたら大変なことになる。ね。絶対この場所にリモコンがあるって思っとる感じやな。今はハッチも取り外され、格納庫内には、作業用の工具が散乱してる。じゃあ、コックピットか、やっぱり。
やっぱりコクピットか。アルジャーノン号のコクピットだ。今は非常灯以外の照明を落としてあるために薄暗い。え、ね、いねえの？嘘だよ。僕の、いねえの？なんでだよ。は？コクピットは開始しないで普段のまま、まずはもうシステムを一時的にホームのホストコンピューターに移し替えている。このコンピューターに入るといつもモニターで優しく迎えてくれるマザーの笑顔も今はない。いねえんだけど、あいつ。え？は？は？おい、は？おい！あとメラステスが移送の場所は、そうが機関室だった。もう、バカチン、ユウくんのバカ。さすがに俺、ロケットエンジンに、ジェットエンジンに、次元ドライブシステム、すべての動力機関を制御するための、いわゆるアルジャーノの心臓部だ。へぇー。その前にベラステンを探さなくっちゃ。ベラステンさーん。いねえんだけど、本当に。ベラステンさんは、待ってもったぞ、ユウ。おめえよ。ベラステンさん、探しましたよ。そっか。いや、すまん、すまん。鬼太郎ボイスやけんさ、ゆうくんってさ、高山みなみさんやけん、どうしても、鬼太郎がかぶってしまう、ごめんな。徳田長官の古くからの知人だったらしい。見た目はいかにも職人気質の頑固者で時代遅れな感じなんだけど、その腕前はどんな最新式のオートアセンブリングシステムでもかなわないほど確かだ。オートアセンブリングシステムって何？どこで切ったらいいの、パート1。一体何の用事だったんですか？そうだよ。おー、そうじゃった。忘れたって言うなよ。忘れたとは言わさん。実はアルジャーノンのメインエンジンのことなんじゃがな、これも今まで時代に合わせて何度もパワーアップをしてきたが、そろそろ限界のようじゃ。え？いや、何？このエンジンはわしの最高傑作じゃ。今のままでもまだまだ数十年は現役で通用するぞ。しかしじゃ、最近の出力だけを重視して設計されておるエンジンと比べれば、パワーの面でどうしても劣るのは致し方がない。ユウ、お主がこれ以上こいつのパワーを上げたいのならば、エンジンの乗せ替えも検討せねばならんじゃろうな。エンジンの乗せ替え？このアルジャーノンはわしにとって思い出深い特別な船じゃ。名前や姿こそ変わったとはいえ、これは初代コズミックハンター時田大吾と共に全銀河にその名を轟かせたシルバーマウスじゃ。ユウ、お主にとってもこれを引き継いだレイや舞の思い出が詰まっておろう。エンジンはいわば船の心臓、魂じゃ。できることならわしはこいつの魂だけはこのままにしておきたかった。まあ、まだ時間はある。ゆっくりと考えるがいいじゃん。お、考えるコマンドがついた。そっか。慌てることはない。ゆっくりと考えるがいい。わかったよ。じゃあ今回はこの辺で終わろうかな。長くなりそうなんで今回はこの辺で終わりたいと思います。乗せ替えるかどうか、どうしたらいいんだろうね。次回の動画でお会いしましょう。せい、バイバーイ。